ち悪いな、なんか最近のキャスのリスナーは。囲いすぎ、ほんとに。どんなことちゃうわ、つ。おはよう。気持ち悪いな。ハットケイさんいらっしゃい。よくわかんねえわ、俺。ニコの育ちだからよくわかんねえ。おう、サブちゃんおはよう。800人叩かれて。俺でもね、普通に昔の方が銀杯さん面白かったと思うよ。それは本心だよ、俺は。余裕があるんだろうけど、昔の方が面白かったでしょ。っていうか、のんちゃんがぶつ切れてんだけど、そっちの方が修羅場だよ。のんちゃんマジギレ。喧嘩したっつーか。いや、喧嘩はしてないけど、別に金梅さんと。のんちゃんがブチギレてる。話が一回もわかんないんだけど、のんたんおこ。AV 女優の人とコラボしたの、今日。結構、かわいい AV 女優と。それでのんちゃんおこだな。簡単に言うと。簡単に言うとそんな感じ。シンプルに言えば、ね、腹減ったな。いや、ていうか、俺起きねえのかな、今日夕方、羽田。それが不安だわ。ねえ、なんで怒るの？だって俺配信業なんだよ。ディープキスしてないでしょ。ディープキスしてないでしょ。付き合ってたか付き合ってないかって言ったら、そこはグレーゾーンでしょ。そこはグレーゾーンでしょ。いや、ネズミでけえな。ネズミがいるよ。ドブネズミみたいに美しくなりたい。写真には映らない。背中怪我してるな。美しさがあるから。ネズミ可愛いんだよね。別に詐欺でも何でもいいよ。もう、あ、思ってること、言いたいことがあるから俺配信やってんだよ。酔っ払ってるよ、確かに。俺はいや、キャスミンとか俺相手にしてないから。詐欺師は配信やめろ。それは違うよ。俺はだってさ、詐欺罪で逮捕されたけど、執行猶予終わって、刑期終わって無罪なんだから。俺に今罪ないんだから、法的に言ったら。それを言ったら法治国家に住んでる人の方がおかしいでしょ。俺は俺で罪償ったんだから。罪償ってますよ、僕は。600万返せって、それさ、鳩の情報でしょ。鵜呑みにしない方がいいよ。600万1円も手にしてないんだから。調べたから言った方がいいよ。にわかすぎる。別に罪償ったと思ってるよ。何が悪いの？雨すげえな。のんちゃんかわいそうっすが。
ツイッターを拡散するってやめてくんね。腹減ったな。あどつ。声聞こえる？とにかく第三者が口出すことじゃないよね。被害者が言うことは権利あるけど、他人に詐欺がどうとか言われたくないよね。どうでもいいと思ってる。結局あれでしょ、レッテル貼って人のこと叩きたいだけのクズでしょ。別にお前らに見てもらおうとか思ってないから、俺のこと叩いてるクズに。何にも知らないくせに叩いてるクズとは関わる気ないから俺。いいよ、俺の話を聞いてくれるリスナーだ。言いたいこと言ってるだけだもん。こんなの俺のファンになるわけないじゃん。俺は俺のことを応援してくれるファンの人たちのためだけに放送やってんだから。いや、なんだろうね、なんかめちゃめちゃ荒れてる。暇なんじゃないの。あ、暇人がいっぱいいるんだ。向かい側4番線光が丘行きをご利用ください。
新宿、青山一丁目、六本木、大日本方面お越しのお客様、お近くの階段をご利用いただき、隣のホーム1番線、1番線お回りください。六本木大門方面記念車、それぞれお乗り換えです。なお、この列車、途中駅到着を開始の電車、車庫に入った電車です。引き続きのご乗車いただけません、ご注意を願います。長くのご乗車お疲れ様でした。終点、途中駅に到着。なんで俺がノンさんに謝んの？なんで俺がノンさんに謝んの？俺言ったじゃん、もうプライベートのこと誰と付き合ってるとか言わないよって。俺彼女いないよ。誰にも謝るようなことやってないんだけど、別に。別に後ろめたい生き方してないから。いや、笑うよね、本当に。笑うよね。気持ち悪いな、本当に。電車代タダだもん俺。電車代タダ。ゲスかな。何がゲスだ。何にもゲスじゃないけど。何にもゲスじゃない。なんでただ、障害者手帳を持ってるから。障害者だから、とか。いや、別に何もないけどね。たまよ、おはよう。おはようございます。酒もタダだから。謝罪っていうか誰にも悪いことしてないから俺。
謝る相手が分かんないし、おはようマリモ。もう誰にも悪いことしてなかったら謝ることできないよ。真面目に働いてる方がバカだと思ってるから。楽しく、人生残り1回しかないのに楽しいことできてないのはお前の責任だから。俺は別に遊んで暮らしてるんだよ、自己責任を持って。おめえが辛い仕事をやってるのはおめえの生き方が間違えてんだから、くだるなよ。自己責任負えよバカが。ねえアンチ多いね、たまよ。大人なんだから自分の生き方ぐらい自分で考えろよバカかよ。だからろくでもねえ人生になるんだよ。自分の生き方くらい自分で決めろ。東京全然田舎の方がいいよ、混んでるな。セブンイレブンで飯食うか。金梅さんと別に揉めてないけど、揉めてないけど、障害者だね俺は。おはよう、何おはよう、あたつ。いや彼女いないですよ僕は。嘘ついてない、リスナーさんにだけは嘘つかない生き方してるから。彼女いないですよ。フォロー大歓迎です、フォローよろしく。竹さんいらっしゃい、のんのさん、もしよかったらフォローしてね、コメントありがとう。10年後億万長者じゃないかな。俺は今年収1億円狙ってるから10年以内に億万長者になると思うよ。花火よろしく。俺のファンの人花火よろしく。ファンしかいらないから、ファンの花火以外受け付けないから、俺のファンだけ花火打ってくれていいよ。俺のファン以外の花火受け付けないから俺。俺のファンじゃない人の花火はいりません。めちゃめちゃ荒れてるね。お願いします。お願いします。はい、今回は780円。
やすい。重量になります。はい、やすいと思います。300円のお返し、はい、少々お待ちください。よし、大丈夫です。じゃあ、すいません。今食べてみます。今食べてみます。はい、どうも。いや、コメントで聞くとか気持ち悪いよな、ほんとに。頭開いてるんでしょ。全然気にしないよ、俺。弁当とパン2つ。弁当とパン2つ。腹減った。起きられるかな、今日沖縄配信。気持ち悪い。お弁当いいよね。のんのんいらっしゃいよ。はよ。沖縄配信楽しみだね。青の洞窟とか行くから、青の洞窟よろしく。5万円のウェブカメラ買うから、 YouTube にアップロードするから YouTube 登録しといて。おはよう、キャンディーマン。おはようございます。沖縄海配信やるよ。スイートルーム撮ってもらってるから。ホテル、リスナーさんにスイートルーム取ってもらってるからさ。なんかうるせえな、グダグダ。なんかもう気持ち悪い、本当に。本当に嫌いなんだよね、俺。なんか誰々の囲い、セブンの囲いとか、金梅の囲いとか、マジ気持ち悪い。本当にどうでもいい。なんかそれに媚び売ってる配信者とかも、取り巻きの配信者も全員気持ち悪いと思ってるから。このリスナーも気持ち悪いし、そんなリスナーいらない、俺には。あ、そうなの？今ご飯作ってんの？初見さんいらっしゃい。おはよう。どれが心配して、売名とかいらないから、どれ。売名に必死だな、おい。はい、ワドツ。めんどくさい、マジで。俺、自由にやりたくて配信選んでんの。で、俺、困ってないから、ぶっちゃけ。よくね、最近ね、なんか誰々さんのこと見損ないました、和道さんのこと見損ないました、フォロー抜けますとか、そんなんでフォロー抜けるぐらいのリスナー、お前アイテム一回もしたことあんのって。俺に一回もアイテムしたことないわけじゃんって。別にお前を応援者だと思ってないからって。俺は勘違いすんなよっていう、うん、うちのリスナー硬いから。和道リスナーマジで硬いから。俺がどんなことがあっても正しいっていうの分かってるから、うん、別に応援したくないから黙って去れよ、くだらねえ、うん、いらねえんだよゴミリスナーとか。沖縄は今日の夜からだよ、今日の夜から。ねえ、みんな、わざつ、みんなおはよう、うん、ゴミリスナーマジいらない、いらない。もうついてこれないやつ、ついてこなくていいから。アイテムありがとう、バガーありがとう、うん、ゴミリスナーマジいらねえから、うん、断言しておくわ。ゴミみてえなリスナーいらねえから、うん、ゴミみてえなリスナーいらねえから、マジで。俺に支援もしたことねえやつが偉そうに口叩くな、マジで。黙って見てろ、うん、いやこれ本心だから、サボちゃん。偉そうに言われる筋合いないよ。応援するのやめますって。お前に応援されてる筋合いなんかねえわ。
弁当は、なんだろう、カルビ。カルビとか豚肉。別にリスナーなんかやめたけど、いつでもやめられるんだから。うん。楽しみにしてて、もこもこ。うん。うまい。うまい。いや、なんか、ゴミが、なんか言ってるだけだから、ほっといていいよ。うん。見たくなきゃ見なきゃいいんだから。潜るよ。潜る潜る。ウェブカメラ買って、水中カメラで撮ろうと思ってる。うん、すごい。ベロンベロン、酔っぱらって。なあ、俺らゴミクズだもんな。俺についてこれね、リスさんいらねえから、マジで。あ、これ、冗談でも何でもなく本気で言ってるから。俺についてこれないリスさん、今すぐフォロー解除しろ。困ってねえから。俺と俺の本当のリスナーは絆があるんだよ。ゴミクズいらねえから。にわかとかゴミクズいらねえからよ。ただいま。旅中鳥どうしよう、マジで。いや、のんちゃんが面倒見るって言ったから、のんちゃんに見てもらうけど。うん。まあ、分かってるよ。うん。和道リスナーにゴミクズは一人もいないよ。うん。本当のゴミクズは、にわかリスナーだから。にわかいらない。うん。あ、別にフォローなんか外しても別に、外せばいいじゃん。外したか外せばいい。そう思わない。いちいち俺に言うな。めんどくさい。俺に何千人何万人リスナーいると思ってんだよ。めんどくさいよね。引っかかってくんなよって。なあ。いや、大丈夫じゃん。そうそうそう。小映えが湧いたんだよ。今の金映えさん見てて恥ずかしくねえのかよ。小映えとか。面白いこと何一つやってねえだろ。
俺より面白いんだったら俺の放送見に来んなよ、バーガー。そう思わねえ。金梅の放送だけ見てろ。俺別に金梅で売名してここまで来たんじゃねえわ。金梅の金梅の力なんか一つも使わねえでここに来たんだから。金梅が面白いとかどうでもいいわ。いやだからもう頭おかしくなってんでしょ、金梅リスナーとか。正直もうね、あ、洗脳されてんだよ、洗脳ね。面白くないのは見なきゃいいじゃんな、普通にそう思うよ。楽しい放送見た方がいいよ。別に俺煽ってないよ、逃避行動。煽ってんのは誰かよく見た方がいいよ、客観的に。ねえ、見に来る意味が分かんないだろうね。別に俺困ってないから、マジで。飯も食えてるし、俺10年以内に億万長者になる男だから。拗ねてないでしょ、別に。あなたが勝手に拗ねてると思ってるだけで。裏話、あ、陽子ちゃんあれ見たよ、美少女ロック。キャテさんと一緒にいたの。今キャテさんと飲んでたから。あれ、タバコ。まあ春日井時代が全盛期だって話をしてるだけだよ、俺も。いや別に事件ないよ、事件ない、全然。見える正解、帰れアホども。人の放送を荒らすやつは帰れ、いらないから。いやいや、たまたま的を得た放送、的を得たコメントしてるから呼んだだけよ。借金だよ、年収1億ね。年収1億、俺が狙ってるのは。これ本気で言ってるからね、俺別に困ってないんだわ。俺のこと4年間応援してくれてるリスナーがいるから、そいつらと新しい俺のことを応援してくれてるリスナーがいればいいから。なんかにわかとかどうでもいいの、別に。俺の放送二度と見なくて構わないし、応援する気のあるやつだけついてこれるやつだけついてこいよ。ついてこれないやつついてくんな、今すぐフォロー外せ。俺とリスナーさんの絆なめんなよ、なあみんな。でしょ、俺は今まで3年間リスナーさんと絆があるんだよ。3年間4年間、にわかが口出すな、なめんなよ。 N ちゃんいらっしゃい、なあみんな。どうでもいいよな、嵐とかどうでもいいよな、他のなんか他になびいてるリスナーとか。金があるとかないとかじゃなくて、俺にはリスナーさんとキャズさん仲良しだよ。俺ヨコさん、キャズさん飲んでたのずっと。ブロックとかやらないよ別に、後ろめたいこと一つもないもん。ブロックする意味が分かんないよ。おはよう。花火10発投げさせてみるよ、勝手に上がるから。ワド頑張れって。
野間犬さんバーガーありがとう。野間犬さんアイテムありがとう。そう、こうやって勝手に上がるから、ほっといてくんない、うん。応援してくれる人は普通にアイテムくれるから。そう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 。で、ヨーコちゃんの、ロックのやつ、美少女ロックのやつ見せてもらったから。普通に、仲良くっていうか、よくしてもらってますよ。風船ありがとう、マスさん。アイテムありがとう。俺は別にブロックはしない。別に言いたいこと言っていいと思ってるから。ただ、叩かれるのは自分だからね。おはよう、みほちゃん。おはよう。自分の名前で自分で発言してるから叩かれるのは自分だから、リスナーさんだって叩かれる時代なんだから、言いたいこと言いたくてこっちは放送やってんだよ、なめんなよ。全然応援されてない。あ、そう、うん、あ、そうなんだ。ヨコちゃんコラボしようよ今度、うん、ヨコちゃんコラボしよう、うん。俺が言ってること全然間違ってないと思うよ。合にいらば合に従えよっていう。ありがとう、N ちゃん。まーちゃんもおはよう。ありがとう。みほちゃん、花火ありがとう。みほちゃん、花火ありがとう。空気読んでくれてありがとう。ありがとう。そうだよ。これが本当の応援だから。柳さん、風船ありがとう。うん、ねえ。社会いるよ、社会いる。フォローありがとね、フォローありがとう。いや、空気読むの大事でしょ、空気読むの。バカには結果出さないと分かんないんだから、バカには結果出していかないと分かんないんだから。間違ってることは間違ってる、正しいことは正しいって思ってること言うよ俺は。で、俺についてこれないやつは今すぐフォロー外せ。うん。で、俺についてこれるっていう人だけ来てくれれば、俺はそれでいい。うん。うん。全然相手にしてないよ。全然相手にしてない。フォローありがとう。フォローありがとうね、みんな。フォローありがとう。和道さんかっこいい。だってさ、金杯が何なのって話じゃん。金杯から給料もらってないの俺。別に。金杯の囲いから給料もらってもなければ、金杯から金もらってもないの。別に俺は俺でやってきたんだよ。言いたいこと言うよ、別に。なんで叩かれないといけないの、うん、つまらねえもんはつまらねえんだよ、うん。リプ金じゃないよ、うち。リプバンバン OK だよ。全然羨ましくないけど。全然羨ましくない。なんか誤解されてる。全然羨ましくないよ。他のリスナーわからんけど、自分の道行くのはかっこいいです。うん、全然全然。怖くないもん、全然、うん。ありがとね、みほちゃん。また来てね、うん。ありがとう、アイスちゃん。ハートありがとう、うん、フォローよろしく、うん、いや、なんか知んないけど突っかかってくんだよね、金杯リスナーが。金杯リスナーがすげえ突っかかってくんだよね。なんなんだろう、なんか痛いとこ疲れたんじゃないの、うん、俺はいつも言ってるけど、好きな人と好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやる人生だから、フリーマンだから、フリーマン。それを妬まれても困るよ、うん、俺は俺で責任持ってやってきたんだから今まで、うん、結構今日酔っ払ったね俺。結構酔っ払った、すげえ酒が効いてるよ、頭痛い。そう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 、ほっといていいよ、普通にコメント読むから。
バカなコメント読むつもりないもん俺。そうそう、5倍が湧いてんのよ。どうでもいい、マジで。ハートプレゼントありがとう。ゆうちゃん、ハートプレゼントありがとう。ミントのショットでとどめだな。ミントのショットでとどめだったと思う。今日は夕方の6時の便だから、夜の、そうだね、夜っつうか昼の3時には起きてないとまずいね。飛行機乗り遅れたらまずいね。キムチ番長、ハートありがとう。ありがとう。ありがとうございます。何レベルって何なのレベルって何、くだらねえな本当に。言いたいこと言うために生きてんだよ。人間にレベルとかないから。お前の物差しで生きてないから。俺は沖縄行くよこれから。おはよう。うん、レベルとかすげえくだらないと思うんだけど、同じ人間でしょ。うん、同じ人間だよ別に。言いたいこともう言えないこんな世の中はダサいでしょ。ないでしょ別に。気持ち悪いよね本当に。今日のリスナーのなんか金梅の囲いマジで気持ち悪い。荒野は沖縄じゃなくて屋久島行くって聞いたけど、今沖縄にいんのポンタ。明日沖縄に、明日つか今日の夜沖縄にいるよ俺。また来てね。えなちゃん、何泊っていうか帰りのチケット取ってないから、もしかしたら永住するかもしんない。沖縄に永住するかもしんないね。だって人間なんだからさ、多種多様な考え方があって、別に言いたいこと言うでしょ。言いたいこと言わない方が間違ってると思うよ。沖縄いいよね、柳さんね。わかんないよ、すぐ帰ってくるかもしんないし。気分気分。気分だよ。だから俺はほら、仕事から場所に制約されてないから、海外だろうが宇宙だろうが配信できればそれで生活できちゃうからさ。うん、そうそう、場所と時間に制約されないのが俺の生き方だから。楽しみにしてて、ありがとう。自由だよ。自由になりたくて配信者の職業を選んだんだもん。人間は自由になるために生まれてきたんだよ。初見さんいらっしゃい、みさちゃん。コメントありがとう。フォローよろしく。風船ありがとうね。風船ありがとう。ファン何人いるって、フォロワー3000人いるけど、何か逆にお前にファン何人いるの。フォロワー3000人いるけど何か。そうだよ、不自由だから自由を求めるんだよ。それが生き方の本質でしょ。解放だよ、束縛から解放されることを自由って言うんだよ。俺は自由掴んだぜ、うん、俺は自由掴んだぜ。最高の人生掴んだよ。
ありがとう。ポンタさん、花火ありがとう。花火、ありがとう !Thank you. 花火ありがとう。あー頭痛い。まず飲みすぎたな。頭痛い、まずで。うん。飲みすぎだ、今日は。ショットが効いたね、ショットが。ショットが効いたよ。ショットが頭痛えな、眠い、もう眠い、とにかく、うん、お疲れー、クソカスカース、お疲れっす、お疲れっす。寝ようかな。そうだね、一回寝てで、一回寝て、それで、あれするわ。味噌汁飲んだよ。店で出してくれた。20時間寝そうだよね。怖いよね。別にのんちゃんどうもなってないけど、リスナーですけど、うん、一リスナーの意見に振り回されてるお前らかっこ悪すぎ。のんちゃんとはもうとっくに分かれてるから、うん、水飲んでる飲んでる、ありがとう。マスデさん水飲んでるよ。方がいいよ。やっぱり血中のアルコール濃度が高くなってるから酔っ払ってるわけだから。うん。テツおはよう。部屋変わってないよ。うん。部屋そのまんま。寝るだけだね。起きるかな。結構。うまいこれ。中に生クリーム入ってるの。中に生クリーム入ってるの、もう奇跡だよこれ。
ブルーパン、セブンイレブン。俺コピー売りたいとか先輩とか後輩とか上下関係作りたくなくて放送やってんだわ。気持ち悪い、本当に金杯囲ってるやつ気持ち悪い、うん、惨めだよ、うん、はいよ、また来てね、アイスちゃん、ありがとう。金魚の糞気持ち悪い。電話かけまくって見える、うん、いや金魚の糞でしょマジで。うまいねこれね、セブンイレブンの。蒸れるやつ嫌い俺も。別に好きなやつは好きでいいじゃん、嫌いなやつは嫌いでいいじゃん。誰々さんすげえとか言ってんのマジ気持ち悪い、うん、ブレてるやつ見るとほんとヘドが出るんだよ、自分の意見ないのみたいな、ポリシーないのって。俺ゴミだよ、うん、ゴミクズだよ、だから配信やってんの、ゴミに決まってるでしょ。ねえ、しがらみとか上下関係とかもくだらないよね、ほんとに、うん、俺は自分からあのコラボさせてくださいっていう子にはあのコラボ全然受け付けるけど、売名させてあげるけど、自分からコラボしてくださいっていうことないですね、絶対ないです。はい、売名はさせてあげるけど、売名しようと思ったことないです僕は、うん、高姉さんおはよう、流されてる人ばっかだよね、ほんとにね、うん、じゃあゴミなんだよ全員。だからゴミの自覚のない本当のゴミが一番厄介なんだよ。自分のことゴミだって言えないやつは信用できない、うん、初見さんいらっしゃい、うん、いや自分のことゴミだっていう自覚があるやつはまともなやつだと思ってるよ。自分のこと天才だと思ってるやつはろくでもねえやつだよ。そうじゃない、うん、違う俺が言ってんの正論でしょ、うん、そう、自分のことを的確に見れないやつは未来はない、うん、そう、今の自分のポジションとか立ち位置みたいなのを正確に把握できないやつに未来はないよ。それを乗り越えられるやつが本物だから。そうだろう、ありのままの自分を捉えられるやつが本物だよ。
全面戦争ってわけじゃないけど、別に昔の方が面白かったって言って何が悪いんだろうと思うけど、うん、思ったことを言っただけだよ。ワイルドクソジジイいらっしゃい。昔の方が面白かったっつって、なんでこんな湧いてるのみたいな。どうでもいいんだけど俺からすると。見たくない配信は見なきゃいいんだよ。君が勝手に選んで勝手に見てるだけだから。俺からお願いしたか？俺の配信見てくださいって。お前が勝手に選んできたんだろ。見たくない配信見るなよ。うん、だろ、うん。見たくない配信を見てるのは君だよ。君の弱さだよ。思ったこと言うのは自由だと思うよ。まあ自己責任だけどね。正論だよな。腐るほど配信者いるんだから、好きな配信見ればいいじゃん。可愛い子も腐るほどいるし、いい女も腐るほどいるし、面白いやつ見ればいいんじゃないの。自分が囲いたいやつ。わかんない、なんで荒れてんだろうね。うん、別に普通に見てくれて応援してくれる分には大歓迎だけど、俺はファンしかいらないって言ってるからさ、俺の放送には俺のファンだけでいいと思ってるから。でしょ、俺のこと応援して俺についてくる覚悟があるリスナーさんだけついてきて、で俺はそれでウィンウィンだと思ってるから。でしょ、別に俺の関心のないやつに俺も関心ないし、コメントはコメントだよ。うん、言いたいこと言えばいいよ。うん、合ってるだろう。じゃあそれじゃあ皆さんお疲れ様です。明日じゃない、今日の夜沖縄います。皆さん花火お願いします。お疲れ様です。花火じゃんじゃん投げてください。お疲れ様です。花火100発ぐらいください。お疲れー。花火100発お願いします。コメント欄荒らすなよ。バカ。
ラとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。